んた、あなたさんなんだろ。残念だが、話し合いが通じるような状況じゃないようだ。俺たちはあんたに攻撃するつもりはねえってばさ。ダメージを与えて意識を失わせるのが一番確実なし。攻撃の前にまずは一度封印術。了解した。俺とボルトで封印術をかける。行くぞ。二人がかりの封印術を外しただと。精鋭たたず。サンキューだぜミツキ。科学民具。なんでこんなことすんだ。アラトさんの拘束は我々の仕事のはでだ。現に拘束に失敗したではないか。任務に失敗したい。里に帰るぞ。イライラしているね。帰ったらミヤさんにもちゃんと謝りに行かないとね。あの男は目標物を持っていなかった。報告いたします。拘束したあなたの体の調査が完了しました。あなたの体から検出したデータは全て使い物になりませんでした。ではあなたは殺せ。模様はない。派遣された捜索隊の人数とこの場に残された死体の数が一致しない模様です。ならばすぐに探し出せ。バルト、ミツキが。ミツキ、すぐに医者に見せねと。腕のいい医者なら心当たりがある。少し落ち着いたみたいだけど。おい麦野だ、すまないがまた力を貸してくれ。殺される。これ以上痛い思いをしたら治る前に死んじまうだろうが。治療のおかげでそんなに早く走れるようになったじゃないか。急いで見てほしい患者がいるんだ。ああ、医者のユビナだ。それと、とびっきりの悲鳴を聞かせてくれるんだろう。そんなの、たかがかすり。いやー、見て、腕が動けない。あのヤブ医者、殺す気か。治ってる。ええ、この子の体の中に何か異物が紛れ込んじまったみたいだ。この中で医療忍術の心得は？私、一応講習だけは。私は落ち着いてこの子の苦しみを堪能したいの。私の医療忍術に悲鳴一つあげないなんて死なせやしないよ。よし、ここにあった。まだ死ぬんじゃないよ。よし。ユビナさんが峠は越えたって、しばらくは安静だけどね。治療が終わったら倒れるように眠っちゃった。うん、ミツキを治すのに相当なチャクラを使ったみたい。あんたにもとびっきりの治療をしてやろうか。助かったよ、ありがとう。それより治療をしてて気づいたけど、あんたなかなかユニークな体してるじゃないか。おかげで命拾いしたみたいだね。ただの木のかけらじゃないのか。これは木遁で生成されたものだよ。ありえない、木遁はただの術じゃない。だがあの柱間細胞だぞ。勝たない、ついてきな。これってアナトさんと同じ。待ってくれ、柱間細胞って父ちゃんの腕とかにも使ってるやつだろ。初代様の細胞だけあって、移植して適用できれば木遁まで使えるようになる可能性もある。柱間細胞は特別な力を持つ。適応できなかった体はどうなるんだよ。木遁が暴走して最後は死んでしまう。あんたは強力な免疫機能を持ってる。だから副作用はあったものの、柱間細胞に取り込まれずに済んだんだ。だが強力な免疫は普通の人間には危なっかしくて使えない。力を貸してくれ。はい。ユビナさん、あの少女は一体どうしてここに。ある日ドアを開けたら倒れててね。何でもブラックマーケットにとんでもない代物が出回っているっていう。まさか。なら早くそのブラックマーケットってのに行かねえと。クマーケットと言ったら一つしかない。実は厄介なことになるぞ。この地域でブラックマーケットといえば一つ、シジマの国だ。世界中のお尋ね者が集まる無法地帯。